チャオ、あちゃんです。いや、朝は寝舞台に、今日ね、寮がね、テスト休みで、学校が遅いから、ね、結構寝坊して、でも光を送り出さなかったから、まあね、光を送り出すちょっと前にもね、でも昨日ちょっと早寝だから、寝ちゃすっきりで、エアコンかけて寝たらね、朝は暗く、でも電気代来るけどもいいわと思って、では、朝ごはん作っていきましょう。昨日ね、もう疲れてね、食器洗わんとね、だからさ、今から食器洗い中です。あ、今日ね、玄米食器、これにね、ピーマンがね、いっぱい100円で安かったから買ってみて、ここのテレビでね、これ破るのね、めくり、マツコがね、これ、言っててめくりくるけど、これ簡単にね、これね、ここを引っ張る。ここを引っ張ると、破る。抜けます。これコツです。結構イライラするね、これね。でね、安かったいっぱい使おう。1個全部使おう。今のね、まずね、半分に取ります。ヘタちょっと硬いから取ります。種は、綿は取らない。で、包丁もね、洗ってんのよ。おままごとみたいな感じだけどね。これね、ペティナイフです。セラミックの。セラミックね、研げへんからね。まあな、なかなかよう切れないけど。研げへんでもね、あっちもあれ研ぐけど。セラミックのね、研ぎ器あるらしいんだけど、高いから。あれで研ぐんだね。普通の、なんていうの、シャープのある。で、まずね、ピーマンをね、これしすぎ。まずピーマンをね、たっぷりのせます。ピーマン好きなんで、ね、ざっくりピーマンをして、ハブいらんかな、ちょっと手食べようかな、せや1枚でもせやんだよ、ハブね、ね、もうさっき食べたんよ、さっきなんかもうあんちゃんが大きい前に手玉が入ったから全部パン焼いたらしくて、パンとね、目玉焼き焼いたんよ、手進んで、お弁当は残りやな、あれ使ったでって言ったから、で卵使ったでって言ったから、お弁当ないし、お弁当ある日やったらね、1個だけ残しておいてくれてるけど、まあでもそんな感じで食べるんだ。それで焼いていきます。
分の口もじゃん。自分のスタブコーヒーで、これミルクとトマトスのね、持ってみたでね、普通では食べましょう。はい、焼けました、ピーマンもりもりトーストいただきます、ね、ピーマン大好きだから嬉しいわ。いただきます。ピーマンこの前が高かったよ、3つで100円とかしとって、だからあんまり買ってなかったね。まあお弁当にたまに入れるからたまに買うんやけど、あんだけ入って100円、嬉しい嬉しい。いただきます。今日朝からおきれい、なんか探しもしてる、玄米米粉パン美味しいわ。もうなんか香ばしい、いただいてんぐらまあ、今いろいろと中小企業の新規投資に対するなんか特例措置がいろいろあるから今事業始めたら得やんね。あ、ちょっと掃除神経出すの。やったやりたくなる。うん、いいか。片付けじゃない。探し物しとったら掃除スイッチ入ったみたいで、朝からゴソゴソしてんね。奥行きがちょっと部屋きれいになって。この前買っても掃除神経なかなか部屋片付かへんと。スイッチ消しまう。ここにしか取れてない。うん。みちゃん、捨てといて。食べ終わったら手伝おう。行くか。なるほど。あと1時間。あと1時間したら送り出さなきゃならない。途中から手伝い出して、スイッチ入ったらちゃんも手片付けろ。感じついてね。
うん。ウッピーや、うん、あ、それ大事になっちゃう。あー、ピーマン美味しいわ。ほんまや、無限ピーマンあっちゃんスペシャル、お弁当に入れたら量が美味しかったらしくて、行った日からも食べられると思うんだけど、ケイラして食べないもん。ウッピーのキャラクターよ。VTuber のたまに毛抜きのやつみたいな、うん、キャラ乗ってるだけって、うん、こんなんあんねや、子供の森、うん、バーベキューしに行こうか、子供の森。前子供会で行ったやん。おいしいやん、覚えてるやん。え、覚えてへんやん。何で一緒に泊まりしまして行ったやん。子供会あれしか覚えてない、あのボーリングまでしか覚えてない。バーベキュー行ったやんか。忘れてた。灰原ね、宇田市の子供の森公園、まあ、駅からちょっと離れてんねん。車で送り迎えしなかったけど、ここのとこであれがあんのよ、あのバーベキュー広場があって、菓子コンロ思い出した。お兄ちゃん見せたよ。え、子供の森、子供の森、はい、バレ、うん、うん、お肉とか持ち込みよ。で、コンロと網かしょ、炭も自分で持ち込んで火つけなあかんだ。つけてくれたんやけど、火はないね。うん、売ってんねんけど。え？グリーンバックも。うん。こんなんあんねや。恐竜のとこか、子供の恐竜公園って言われてね、恐竜の顔があんねん。ああ、ここか、うん、これ多分ここでも行った気がする。ここでも行ったな。あります。あかんか、キャラ崩壊や。頭いっぱいあったで、うん、ウッピー頭取れそうになって。虫入ったんやろか。暑かったんじゃん。暑かったんかな。これや。よう分からん、こういう恐竜の首。あれ、あの、なんか変な坂のところに泥だってなった、俺。うん。滑り台したらお尻痛いね。あの丸いやつや。うん。カルフォルアのガラガラガラ。今こう行かれへんじゃん。コロナで多分遊具遊べへんじゃん。今ね、宇田ちゃん見てへんけど。宇田ちゃん、ノリティアの頭を外してた。あと40分ぐらい、45分や、うん、さあ、食べ終わって、食べ終わったし、まあ、ヒカのね、片付けちょっと手伝って、ヒカの片付けっていうかね、うちの片付けして、楽
っちゃんもちょっと朝からやらないことがあるんでね、いろいろやっていきたいと思います。今日ちょっとね、お昼から出ていくね、昼ぐらいに出て行って、で夜ちょっとね、あれすんの、あっちゃんねるのいろいろと、あっちゃんねるが新しくこう生まれ変わるためにね、いろいろと改良点をね、リアルな感じでね、そのために、ね、新しく届いたマイクを使って、マイクじゃワイヤレスマイク使ってテストしたりとかね、ちょっといろいろやろうと思って、ここに飛ばされている、うん、懐かしいな、ここ子供気になったらなかなか公園とか行かへんからね、バーベキューしに行ったよ、バーベキューだよ、ここや、コンロの持ち込みはできませんね、コンロ持ち込んどるやん、こういうの網1枚と鉄板借りれんねんけどな、火つけてくれんねん、準備とな、なんとかやねんけど、炭とか自分で準備しなあかんから、全然つかへんねん、つかへんねん、時間は止まる直前みたいになるやつも、うん、めっちゃ早いやつもあるけど、片付けんのは楽やん、それまで網もとえてんねん車の中ぐっさらん隅とかはね、肉は何持ってかなかった、やっと抜いた、へ、うん、キャンプできんねや、そんなんできんねや、また切りるか、うん、よう分かったな、この動きで、ピザが回る、こんなんあんのか、3000円で借りれんねや、粘土焼くためちゃう、うだのローカル番組でした、はい、ということで今日のあっちゃんの、朝ごはん、ピーマンもりもりトースト、ね、よかったと思ってたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録よろしくね、美味しいよ、結構あっちゃんピーマン好きなんでね、ピーマンとマヨってすごい合うし、ピーマンとマヨとチーズってめちゃくちゃ、相性がいいねんね。で、これにね、ちょっと、トリュフブイヨンとか入れたり、あと、キノコも一緒に焼いたりして、で、醤油ちょっと絡めたらね、マヨと、だから醤油パッと絡めたらめちゃくちゃ美味しいからね、無限ピーマンです。はい、めっちゃ食べられるんでね、うち量は大好きでね、ヒカルも食べてくれたらいいんだけどな、無理とか言うと、はい。まあでも、食べたら食べられると思うね。もう最初から食べようとせへんねん。あっちゃんは子供の頃ピーマン大嫌いだけど、今はね、ピーマン生ででも食べるぐらい好きだね、はい、ということで、今日のあっちゃんの、まあ大人になったら味覚変わるでしょ、ね、結婚したら変わると思う、まあね、そんなのでもええけど、好き嫌いが多いと奥さんが大変もんね、ということで、今日のあっちゃんの、朝ごはん、その辺で終わりにしたいと思います。まあでも男ってね、好きな人が作った料理はね、美味しいから食べるんよねみんなそんなもんです、はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりしたいと思います。ごちそうさまでした。今日のあっちゃんの、朝ごはんピーマンもりもりトーストよかったと思ったら高評価を応援コメントチャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。